はい、皆さんこんにちは、エスリミズマサです。今回、ご紹介するマウスピースはこちらです。じゃーん。はい、最近話題のね、ブラジルのメーカーバークレーのピノワルというねマウスピース、こちらの5番ですね、吹いてみました。バークレーというと最近ちょっとこう話題なんですけど、日本ではアーネストジャパンというところが取り扱っております。定価が 18,634円とか、なんかそんな感じだったと思います、税込みでね。実はクラシック用のマウスピースなんですね。こんな感じ、はい、ラウンドチェンバーですね、丸くなっています。吹き心地としては結構抵抗感がありまして、コンセプトのような吹き心地やお手音とかなり似てるかなと思いますね。少しこうソフトなサウンドというか、そういうものが好きな人はいいのかなという感じです。バークレーっていろいろ吹いてみるとですね、リード選びが結構重要で、アルトのポップス系のモデルとかもレジェールとかね、リコって全然合わなかったりするんですよ。赤ジャバの2半とかねつけて吹いてみたらめちゃくちゃ良くなる。意外とリードによってそのマウスピースの性能が分かれるマウスピースだなと思いました。これもそうです、結構リード合わせ苦労しましたが、これはですねリコのレゼルブの3番とかで吹いてそこそこいい音がしましたね。まあちょっと5番ってことで少し広いんですけど、まあ、もうちょっと狭めのピノワルも吹いてみたいななんて、思いました。で結構ね、あの低音とかすごい出しやすいマウスピースだなと感じましたね。まあ、タイトめに吹くと結構抵抗感ってきついんですけど、昔のスタイルの演奏の仕方というか、ちょっとホワッとこう吹いていくみたいな、そういうソフトなサウンドを目指している方には選択肢としてはありなのかなという節はなんとなく感じます。最近ね、古典回帰じゃないですけど、昔のその奏法とか、まあ、曲とかそういったところにこう対する動きみたいなのがちょっとありまして、そういったところをちょっとこう極めていきたいとか、少し人と違うサウンドが欲しいとかっていう人にはもしかしたらこの選択肢の一つとしてはいいかもしれません。セオワニのウォーターってね、あのクラシックのマウスピース以前吹いたんですけど、それよりはちょっと可能性はあるかなという感じのマウスピースでした。まあいろいろね、まだこの1本しか吹いてないので、いろんなあのオープニングですとか、まあいろんな個体とかを吹いてみたかったんですが、まあそんなに本数はねまだ入ってきてないと、まあ、そのうち出たらやってみようかななんて思ってます。ということで今回はね、このバークレーのピーノワールですね、こちらの5番をレビューしました。ピノノワールとかメリタージュっていうのはブドウの品種でありますけど、そういったところから名前をつけてるのかななんて思ったりしました。まあ、どうでもいいんですけどはい、ということで、SD ウィンズのマサが今回はですね、こちらのバークレーのマウスピースレビューしました。またね。